力使いまーす。おー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 に PSO と、Nintendo Switch で発売されますミュータントタートルズシュレッダーの駆逐スペシャルエディションでみんなで遊んじゃいたいと思う。タートルズ知ってる人、おい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 、あんだけ盛り上がってたのに、なんか盛り上がんない、たまにな、んとなく知ってるそんなことだろうと思ったんで、今回カー君ですね、このようなものを用意しました。タートルズ基礎講座でございます。おお、すごい、ありがとうございます。まとめましたんで、これ聞けばこのゲームのこともね楽しめると思いますんで、タートルズの情報その1、ドン。はい、主人公はですね4匹のカメです。で、ミュータントで忍術使い、そして名前がですね全員超有名芸術家になってます。情報多い、そもそもですね、タートルズはですねニューヨークでペットとして飼われていたカメ4匹がですね動物を人間の姿に変えてしまうミュータンジェンによって変身したところから物語が始まります。で、その人間のような姿に変えられてしまった彼らがですね下水道で暮らす中で忍術を覚えて悪の忍者シュレッダーと戦うことになるっていう物語です。カメはですねこんな感じになってます。お、はい、リーダーレオナルド、かっこいいじゃん、かっこいい、無双の本当武器じゃん。武器は2本の刀です。二刀流、そう、二刀流とリーダーですね、完璧主義者になってます。レオナルド、わかる、何を、有名芸術家、何の名前を持ちてるか分かる。レオナルド、ディカプリオ、おぉー、ディカプリオ、はい、はい、しないでしょ。レオナルド、ダビンチ、ダビンチ、あ、そっちか、そうなんです。ミケランジェロ、ミケランジェロ、ミケランジェロ、武器はですね、ヌンチャクです。ヌンチャク、有名ですね、ミケランジェロ。有名です。まだまだいますよ、どうぞ。ドナテロ、ドナテロ、はい、彼はですね、チームの頭脳です。そして最後はラファエロです。ラファエル、彼は2本のサイを使って、サイ、修行嫌いなやつと好きなやつ、そう、好きなやつもいれば嫌いなやつもいると、詳しい作品はですねぜひ検索してもらえればなと知りたい人は検索してください。知らないんじゃない、いやいやいや、知ってる、名前だけ知ってる、名前だけ知ってる。続いてタートルズ情報その2、仲間はジャーナリストとネズミ。しかしネズミが実はサイズが全然違う、何なのかということですね。はい、人間出てきました、エイプリル。おいおいおい、彼女はですねタートルズの唯一の人間の友達です。スクープ情報とかをですねあのタートルズからもらえるっていう癒着でしょ。そしてもう一体気になるのがスプリンター先生。彼はですねタートルズの師であって父親的存在です。下水道だから。続いてタートルズ情報その3、ドン。ラスボスの忍者の部下はサイとイノシシです。ラスボスの名前はあのゲームのタイトルにもなってますけどシュレッダー、でその部下がですねサイとイノシシなんですけど、このサイとイノシシもミュータンジェンによって変身してしまったっていうキャラクターなんですね。めっちゃでかそう。名前はですねサイの方が、ロックステディ、ロックステディ、でイノシシの方がビーバップと言います。ゲーム内に出てくるので楽しみに待っていてもらえればと思います。以上が基礎講座になります。これで最初のね情報は皆さん全員確かに一緒だったと思うんで、ゲーム挑戦していきましょう。しゃー、それではゲームの準備できましたので、今回ストーリーモードに挑戦したいと思うんですが、皆さんキャラクター選択できていますでしょうか。カズ君レオナルドです。ミケランジェロ、ラファエロ、ドナテロド、エイプル、スプリンター先生。完璧です。それぞれのキャラにちょっと合わせてねやっていました。そして、まあ、今回ゲーム挑戦するんですけども、なんかご褒美やった方がいいなと、おー、何があるかなと思いまして、ミュータンジェン、ミュータンジェン、変身しちゃうかしら。タートルズの好きな食べ物がピザなんです。ピザ、敵を倒した数、おい、上位3名はピザを食べられちゃいます。ちょうど今お昼時でお腹空いてるから、2面挑戦したいと思ってるんで、そのね合計数かな、1面で合計数で上位3名決めたいと思います。じゃあ早速始めていきましょう。よしよしよし、お、ピザ食ってんじゃん。じゃあいらねえか。いやいやいらねえな。はい、
景色を楽しんでくださいと。誰かの姿がやばい。シュッシュッですなあ、来た。なんだなんだなんだこいつ。ビーバップ、これがビーバップ。あ、あ、写真じゃない。ビーバップ結構でかそうな。誰、どうなってる。よしよし、テレビ局に。そう、チャンネル6スタジオ、衝撃のニュース、チャンネル6。あ、あの Y ボタンで基本的な攻撃いきます。 Y ボタンで、 B ボタンでジャンプできます。で、他にもいろいろあるから、ちょっとみんな試しながらやってみてください。 OK。 あ、すごい、やっぱりピザが下がってるからね。ピザ、もう黙ってくれんじゃん。ピザかかってるからさ、ジャンプしながら、ピンジャンプして Y をしたりする。 OK、 斜めに行ける、斜めに行ける。あと、掴み技とかもあったりするから。掴み技、とりあえず敵は端っこから来るから、端で待ち受けたと思う。カウンセル迎える。あとね、必殺技ゲージ溜まったら必殺技を受けるんだけど。あ、なんか回ってるぞ、俺。それは X ボタンで出てきます。X 落ちたからな、今。マジか。あ、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 いけるか、これ。必殺技、なんだ、なんか今いった。あ、必殺技いきます。あ、ピーター先生。おー、ガチコメキー、ガチすごい。わいわい、カー君もいけそうです。いくぞ、必殺。おりゃー、未体験の刀で決めました。あ、でもこれ新しいよね、戦闘システムとして。なんか超できる。すごい、すごいっすね。楽しい。まただけじゃない。お、働いてるやつだな。お、お疲れ様です。めちゃめちゃな感じ、めっちゃいいっす。やばいやばい、6人だからこその必殺技。また必殺技持ってる。すごい、なんで。うわ、使いたいぜ。おお、めっちゃすごい。よし、これ結構ジャンプ。あれけど、スプリンター先生16人倒してるの、すげえ。え、あ、すげえ。先生、ダメになって。さすが。難しい。あと誰か倒れてる人いない、大丈夫。倒れ、あのね、そういう場合は近づいて L ボタンを押してあげてください。そんなことするわけないじゃん。ピザが映ってんのか。みんなでクリアすることがまず大事だから。ピザはご褒美よね。あ、ピザ、ピザ。あ、待って、なんか2回矢印カチカチってやったらめっちゃ速く移動できる。あ、ほんとだよ、ジャンプできる。おらー、あ、待って、これやろう。あげねえぞ、ピザない。あげねえぞ、ピザない。ほら、うら、ほら、ほら、ほら、必殺技。いっしゃー、真ん中でやるといい。え、すごっ、すげえ、必殺技いいわ。あ、プリンダー先生31人倒した。マジでか。先生ちょっとは弟子にさ、花を持たせろよ。あの、カー君今7なんですけど。カー君、ピザ、ピザ食べたいんですよ。リーダー、リーダー、必殺技。うわー、必殺技、必殺技、めっちゃコンボ。必殺技楽しいですね。さっきちょっと掴み技がね。どうやんだろう。敵に近づいてください。敵に近づいて、そしたら掴めるんで、そしたらそこで。どうぞどうぞ、行くぞ、必殺技。投げ技したい、投げ技したい。なんか、ちょっと待って、スプリンター先生、あ、来た、今見た。え、投げ技、画面に、そう、画面に向かって。マジか。ね、近づいて掴んだら Y ボタンと下で投げられます。これガードめっちゃ硬くない。ガード硬いね。いけた、うわ、さあ来ましたよ。これイノシシのビーバップ。ビーバップ、おお、気持ちいい。ビーバップ、うわ、イノシシが悪いニュース。後ろから、みんなで一気に行こう。いけ、シャシャシャ。あわー、あ、待って、ザコ倒したら激さなんじゃね。ちょっとイノシシ任せていいか。ずるい、ピザのことしかなんなくない。ピザのために、来るの待ってるから。そこまでピザを食べたいんか。食べたい。この野郎、割と体力もまずい。体力減ってる人いる。行くぞ、ピザ食べたい。体力減ってる人いたら教えてください。ちょっと L ボタン試してみます。いや、みんな割と大丈夫。なんかみんな平等に足りない。わけ隔てなく、多分実力は大体みんな同じだから。ちっちゃいよ、ちっちゃい。やばいやばい。おっ、しょ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 。おっ、来た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 。プリンター先生、やばいです。ちょっとあの L ボタン押してあげて。誰か、あ、終わった。お、倒した。よし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 。プリンター先生やっぱすごいね。来た来た来た。ちょっと
カッコン、ゆいちゃん、カッコン、まだまだこれファーストステージなんで、ここから巻き返しますよ。この子みんなでやると楽しいね。楽しい。あ、え、あ、来た。ロックステディ、ロックステディ、ロックステディ。え、あ、なるほど。こういうマップで、なるほどなるほど。こういう感じで移動できます。いいじゃあエピソード2いっちゃいますか。ニューヨーク午後3時。あ、今度市街地線みたいな。なるほど。うん。あ、なるほどね。チャンネル6から出てきて、あ、もうなんか持ってるよ。もらってるよ。あ、大丈夫。お、うそ。あ、わかりました。早い。もう始まった。お、バイ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 。ほら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 。ほら。ほらほら。入口で待ち伏せ。このみんなビビって来なくなっちゃったじゃん。ほら、こっちだ。すげえ、すげえ、なんかすげえ回転蹴りみたいになってる。すごい。え、なに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 、めっちゃやればいいじゃん。みんな待ち伏せしちゃダメだよ。どっちが悪いのか分かんねえな。お、来たよ。さあさあさあ、みんな溜まってるね。みんな必殺技いけるじゃん。ほら、いくぜ。おらおらすごい、みんなが出てる。おらおらおら、熱いね、熱いね。めっちゃ吹っ飛ぶな、すごいな。あ、来た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 。うわ、いっぱい来た。倒せ倒せ倒せ、ぶっ飛ばせ。ありがとうございます。楽しい楽しい。いや、結構そう、熱中しちゃうやん。めちゃめちゃめっちゃいいっすね。いけんの、なんだこれ、なんだこれ、動物じゃない。どこ、なんか今滑っての攻撃ができてて、なんだ。あ、来た。来たな。ピザ。来た。ここでピザ食ってもよ。リアルで食えなかったらな。ピザ食べたな、こいつ。めっちゃ来た。ピザ食べた。ほら。ちょっと。スリーよ。負けないぞ。負けないぞ。あ、なるほど。来た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 。やばい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 。クソやばい。なるほど。ジャンプでかわしたいですね。なるほど。そうだね。Bボタンでかわそう。車が来たけど、なんとかやられるかな。やばいな、なんか。ああ。狙いを絞る。あ、やった、上がった。増えた。よし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 、はい、よし。たまに自分がどこにいるか見失うわ。おりゃー、なんちゃ。あ、強い。いけ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 。あ、クソ、100円切れた人、3人もいるじゃん。やばいやばい。3人もいるの。もうこいつらピザ確定じゃねえかよ。ピザタール使います。ほらな。おー、真っ赤じゃないか。あれ、どこだ。負けないぞ。ほらほらほら、負けません。ピザがかかってるんだ。俺もピザ食いてよ。うわ、上だ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 。なんで。あ、下だ。うまいうまい。よっしゃ、下だ下だ下だ。あー、やばい。来た来た来た。あー、ピザ食えねえかも。ロックステディ、ロックステディ頼む、壊してくれ。ロックステディ。さあ、みんな協力して倒そう。さあ、どこだ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 、ほらほらほら、ほら逃げるか逃げるか。ただにヒットをしまくって、なんか爆弾みたいな。え、落ちた。これ必殺技だ。ないプレイ。おらら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 らあ、倒した。お、倒した。やったー。最初やったー、最初。この段階で上位3名勝利して発表したいと思います。結果発表。はい、ということで数字発表していきたいと思います。カー君31。31？ ライトイヤー36。おお、まだある、まだある、ピザある、ピザある、まだまだある。これこれこれ、ヤバかった56。おお、じゃあここでやめません。まだいけます。9や65。うわ、65。これはまだまだ。ザッキー70。おお、意外といってますね。ポン76。
ケ。あということで上位3名の方にはこの美味しそうなピザを食べていただければと思います。どうぞ。いただきます。うわうまそう。ちょっと感想教えてください。食えよほら早く。タートルズのね好物だからね。タートルズ操作してたの。うまっ。さっきだけだけなんだけどね。人間とネズミっすよ。もうお味はどう。勝利の人間とネズミ。うまい。うわだよね。ミュータンジェイやから変身。もう変身じゃん。変身もう気になっちゃうから。はい、ということで皆さん食べている間に今回遊んだゲームの紹介またしたいと思います。今回遊んだゲームはですね、ミュータントタートルズシュレッダーの復讐スペシャルエディションでございます。スペシャルエディションにはオリジナルサウンドトラック CD と、うん、アクリルジオラマスタンドもついていきますので、うん、ぜひこれもゲットしちゃってください。ぜひゲットしちゃってください。任天堂スイッチバージョンとですね PS4 バージョンが8月25日に出ますので、みんなでやるとめっちゃ盛り上がるので、ね、楽しんでいただければなというふうに思っております。それじゃあみんな